箱。いいよ。ん？撃たれたな今。間違ったの？何やってんねん。いないよ。クリーパーだね、いるの。落ちゃないで、怖いな。クリーパーです。下にいるのクリーパーなんで。あいせん、さっきから味方をなんかしようとしてる。変に立つと死ぬでよ。プレックスがあるのよ。やってみる。うわ、怖っ。それでも火燃えますよ、そこ。え、回収。なんて聞こせ、殺せるかなって思ったんだけど。やめとくね、怖いみたい。いや、敵の音はしてないから壊れてないと思うよ。うわ、ここ上怖いな。水音がするのがすごい怖いね、これ。はい、どこ。上怖すぎだよね。なんか燃えてる音がする。さっきのマグマでなんか燃えてるな。この対策は木材が燃えてる。なんか燃えてる。火事になってる。火事になってる。バケツ片手が自分のやつ。おじいちゃん。なるほど。あ、さっきの溶岩のせい。そう、下の方燃えてる。まあ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 。なんだろう。ああ。セーフセーフ。いいでしょ、いいでしょ。砂が落ちてきて窒息しそうになった。なんかパイセンがまた、いやー、撃った。いや、撃ってない撃ってない。うち松明だもん。いや、そっちか。奥になんかいるでしょうね。砂を支えられる蜘蛛の巣ってすごくない？いないいない。なんか雲の声がしたけれど、お宝全然出ないな。お宝トロッコのあれだよね。中に入ってるパターンが多いよね。うん。あ、戻るか。臨済地を見失ってる。そっちも迷子よ。うん、ですね。でもジムさんとはぐれたら分かんないよ。こういう時は左手沿いに進んでいくみたいな決めておけばいいんじゃないでしょうか。そう、左手回りね。ね、迷子ならないんだって。迷路とかでね。壁沿いに行くと絶対出口に到着するっていうのがあったよ。若干左手沿いにみんな動いてなくない？動いてる。左手沿いに本当に動いてる。動いてないよね。あれ、なんかこれ溶岩の場所か。ジムさん戻ってきちゃったよ。溶岩の場所。あは、じゃあ荷物整理。うわ、ここ。ここすごい奥、下まで。なんなら下に進んでもらってもいいんですけどね。落ち、歩いてて落ちそうなところは塞いだ方がいいよ。それはそう。ここに至るまでの、うん、別のルートでもいいし。多分どうせでっかい空洞に繋がってると思われるから、うん、レール回収してくね。はいはい、はい。まだバーバー言ってる人がいる。暗いとこよく歩けるね。ふなちゃん松明持ってきてる？持ってるよ。殴られてる。これフレンドリーファイヤーないよね。ないない。オッケー。え、降りないんですか？ここ降りないの？うわ、もう降りちゃったよ、うち。なるほど。え、未探索の部分まだ
まだいっぱいあるじゃん。なんか燃えてる、なんか燃えてるな。未探索の部分埋めてから行かないと。なんか燃えてる。そうね、ミナさんにしよう。戻ってこれなくなるよ。ミナちゃんが見捨てられたんだけど。雲の目じゃない？暗いところで赤いのがなんか動いてるんだったり、雲の顔だったり。雲の巣のなんか、何これ？それ雲のスポナーじゃない？あ、それそれ雲の巣のスポナーで、近づいたら雲が無限に湧いてくるっていうか、多分そこから雲が無限に湧いてるから。どうすんだっけ？近づいて危ないよ。近づいて危ないよ。近づくと、うん、ごめんね、近づくと危ないよだ。うわー、こっちもある。うわ、こっち。あ、パイセンなんで帰ってきたんですか？松明刺しちゃえば。え、なんかすごいとこ来たけど。ねえねえ。大空洞。探索済みのところは。はい。ねえねえねえ。もうこの先、なんやっていうのこんな感じにするから。オッケー。こんな感じにするから。よろしくお願いします。空洞先にある？はいはい。はい。うん。おお。あ、でも下にあるね。下にあるね。下にあるけど、怖いからクレハ、こういうとこ行かない。下に足場みたいのがあるから。あの別のところからあっちにつながる道多分ある。うんうん。うわーん。ルナちゃん閉鎖するから戻ってきて。その先ないね。うわー。封鎖するね。広いな。思った以上に広いな。行動結構でかいよね。以前の洞窟とつながってるのもあるから。そう。だいぶかかったよ。まだソロで地道にやってるやつが終わらないもんね。雲怖いよ。洞窟雲は毒持ってるから。迷子になったら戻ってくるんだ。松明のある方向に行けば。迷子だと戻ることができないのに。パイセンこっち。まあここ行き止まりなんですけどね。まあ合流したのが大切。合流したのが。もうねとか言いながら勝手に進んでまた一人になってるんですけど。消耗が激しい。私はハサミは持ってきてないんですか？ハサミ。ないない。でっか。ハサミ何に使うの？クモの巣ぐハサミでクモの巣が取れる話。へえ。あ、そうなの？うん。ハサミ使うとクモの巣がクモの巣の形で取れるみたいな感じ、うん、糸じゃなくて、うん、うんうんうん、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ、知らなかった。まあないんだから普通にやっちゃおうかな。全部クモの糸にしてたよ。いや、いいと思います。クモの巣のまま使い道があるのかどうか知らないんで。見た目的な感じ。あれ、ハーフブロックでどうやって作るんだ。見た目的になんか使えそうだよね、うん、ふわふわしたのなかなかないから。殴るか。あ、持てなかった。持っとります。え、最初のキャンプ地どこだっけ。そうなんだよな。そう、それももう分かんなくなっちゃった。これ戻れる。うちら昔はクモの巣を煙突から出る煙代わりに使ってたな。だって煙突とかできるのね。あ、以前そっちじゃないことだけは分かりますよ、私も。そういう暗いからね。
あるとあれだよね、欲しいよね、クモの巣。うん、そこの中さ。じゃあこっち側じゃないんだよね、多分ね、ティノさん。あ、なんですって？ほとんどはそっち側じゃないでしょ、多分。うん、あ、ここは封鎖しよう。今は焚き火から煙が出るけど、昔はそれがなかったから。あー、はいはい、そうですね、やってたみたい、うんうん、あ、こっちだわ。逆に言えば焚き火の煙で満足できない方は、どでかいなんかのろしっぽいのを作りたいっていうんだったら、うん、あるといいのかも。どこだっけ、どこだっけ、あ、見つけた、やっほー、違うの、どこだっけ、う、え、この下もあんの、この下もあんのか、うーん、と回し、やん、回線こっち違う、キャンプ地に帰れなくなった。こっちよ、キャンプ地、こっちこっち、ちゃんと座標をメモっとこう、えらい、僕にメモらなくていつも迷子になってるクレハ。ちょっと雲がいきなり出てきたよ、足元から。どっちだ、雲スポナーどうする。あー、取っといてほしい、取っといて、雲スポナー周りに松明立てて湧き潰したら、そのまま放置するか、石で埋めちゃって確保。これさ、クモスポナーって四方に立てないと無理？その頭に乗っけるだけじゃダメ？足りないかもしんないから、ちょっと広めの範囲でまばらに置いてくれていいです。スポナーの範囲から周り何マス、10マスとかでしたっけね、出やすくなるっていう話。うん、で、何しに帰ってきたかと言いますと、何しに帰ってきたの私。ああ、これだ、いいな、こっちだ、うん、こうね、壊しちゃいそう、毒とかって言ってやだよな、ほんと。牛乳、牛乳持ってきてない、売りにもよって、頼っちゃって大丈夫そう。うちは暗闇の中を進んでるの、本気立てればもう大丈夫でしょうと思うじゃん。なんかこっちも、あ、目が合った。目と目が合う。なんか嫌な音がした。ああ、上にいる、やだ。さあ、戻る戻る。どうだ。目と目が合う。560-2000。え？こっちが、あれ、こっちどっから来たんだ。封鎖してしまおう。この穴の向こうは3本でもいける。なるほど。ちょっとここ塞いで。よいしょ。さあ、みんなどこ行ったかな。わかんないね。今日はいいわ。あれ？クレハはクモスポナーを無効化しろとのご命令に従って。無効化しましたでござる。いい働きをした。おそらく。いいね。向こうが見える。雲が降る。シュー。こっち違うよ。なんか鉄、アイアンゴーレムトラップがあると思うと、別に鉄は回収しなくてもいいんじゃないかっていう気もするんですが、どうでしょうね。誰か。まあそんな気もするけど。やっぱあると掘りたくなるじゃん。
と掘りたくなる。クレハアイアンゴレムトラップあるのに、なんでこれ取ってるんだろうとか思いながら鉄全部回収してるよ。そうなんですよね。うちの地元の炭鉱から。そうなんですよね。そう、鉄とラピスラズリと、そう、こんなレールの配置なんてできるの？普通はできないはず。これ無理だよね。なんでこれで？だよね。空中にレールだけ浮いてる。こんな配置できないはず。そうだよね。遠い。そこに鉄があるからさ。配線、あの、アイマツ置くときは下の方に置いた方が、地面に近いところに置いた方が効率がいい。そして配線の後ろ頭に矢が刺さってますよ。まだ、あ、大丈夫。おっとっと、ただいま本拠地。え、パイセン。あ、死んじゃペットでリスポーン。おかえり。道わかる？道わかるならフォローするけど。もうね、わかんなくなっちゃった。ジグサがいる場所がそうだわ。610-2740。いたいた。あ、回収じゃあ余裕だね。オッケー。配線の何かを拾った気がするんだけど、何を拾ったかわかんないな。やかな、あんま重要じゃないのだったら共有フレームボックスに適当に入れていけば。石炭かな。あ、ステーキかな。ありがとう。あそこの空中に浮いてるレール取っちゃう？レアだけど。そんなレアはいらなくないですか。そうか、取っちゃうか。わあ。ここの拠点に来て何か使うかっていうと何にも使わないもんね。一回やったらもう二度と来ないだろうし。そうだね。痛い。待って、痛い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 。痛い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 。ダイヤは全然取れるコードじゃないな。このコードにはダイヤはないんじゃない？おそらく、うん、あんまないと思うよ。ここはもう塞いじゃおうかな。じゃあ、つなぎます。で、あー、もうここにいたじゃん。もう死んじゃうかもしれん。また？防具をつけないから。ジンノさんが守ってくれる。痛いよね、やっぱりね。そら痛いよ。まあ盾もないからな。どうしよっかな、これ。いた。え？ケルトもさ、エイム良すぎない？大丈夫？蘇生回収できる？大丈夫大丈夫。剣がなくなってきてもなんとかなる。なんとかなるのかな。ならないかもしれない。剣が剣が怖いな。マジ挑戦でずっと頑張ってるな。またまた神野さんのあたり射抜かれてるし。別行動してます。別行動。じゃあ、倒した？ナイスナイス。うん、拠点でね、戦ってたよ。ああ、なるほど。一応今、拠点向かってるけど。かなり低いとこまで来ちゃったな、これ。フォローはなくても大丈夫かしら。はいよ。どっち行けばいい？クレハをラジコンして。
マジか。もう大丈夫よ。どうしたどうした。あ、大丈夫？回収できてる？うむ。あー、なるほどな。そっか。水流つく。水増やしてから来ればよかったな。無限水流？来る系？来ればよかったなって後で思った。もう今更なんで、あれですけど。この先は行く人。水1個あるよ。ジンノさん何個持ってる？今1つ回収すれば2つ。ジンノさん1個持ってればクレハンのた。うん。あ、じゃあクレハンのあるからそれで無限水流作っちゃおうよ。まあまあちょっと後でいいです。今すぐ必要なものでもないですから。うん。本拠地に置いとくので。え、死んだ？死んだ？ルナちゃん取れたかの、取れたかのあれかな？ルナちゃんのベッドこっちだったよね。壁端がクレハだよね。ね、そうだと思うよ。思うよ。うん、あれ？出口と出口。ラピスラズリってな何に使うんでしたっけ？エンチャント。ああ、エンチャント台でエンチャントするときの素材かな。本屋がいなくなったからエンチャントももう夢のまた夢かなって思っちゃう。あのエンチャント台でやるランダムエンチャントの方だね。ああ、はい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 。さっきからこんなことしたな、そういや。生まれてから落ちて自爆して死んでる。そうなんじゃが。うん、うわ怖。私かなり深いところに。クリハはあの仮拠点から右に行った方の探索やってる。金野さんとルナちゃん側左側でしょ。ジンノはなんかよくわからないところから地下に落ちています。かなり深いところまで来ました。ゴーフラグじゃん。だいぶ地上に上がってきて目印はあるんで戻ることはできる、がちょっとまずは戻ってきてからついでに探索するかどうかで。うわー来ちゃった。パイセン出番です。ゾンビが来たんでまずこっちを倒してください。どこでしょうね。私よいしょそれは無理に。あ、嫌な音がしたな今。また拠点に戻ったけど、どれ倒せばいいの？どっちにいるんだろう。私今どこだろう。わかんないんだよね。わかんないんですよね。560-2750。つけるといい。560結構向こうか。あ、いたいた。いた？どこに？560、この辺じゃないの？お？やっ、皆さん車です。らっしゃい。こんちゃです。はい、自分の松明壊れちゃった。あれ、キャンプ地。ルナちゃん、2段あるすぐに直ちに戻れない立ち、あの足場の高さに降りるのは危ないよ。その先に敵がいた時に戻ってこれないからね。危ないよ。一段の時だけだよ降りていいの。アイセンはそんな常識にとらわれたような行動をしないんです。なるほど。ただね、めしかと。ちょっと待って、誰か行く？ちょっと待って。エンジンの今一緒にいません。ほらほら、あ、こう
こういうの降りたらダメだからこうやって足場をちゃんと作って降りるんだよ。行っちゃダメだからね。幼稚園児に言い聞かせるような。危ないもん。でも松明ないから行き止まり封鎖しよう。石炭いっぱい掘ったの共通キャビンにあるから作っちゃってよ。置いてある置いてある。どこ560の本気が560の275全部埋めちゃうよこの床。どこ上か。560-2750。軽石確実に手が入ってるってことがわかるからいいよね。こっちだな。ペチンノさんはどこなんだい。2750。560-2750。ああ、今拠点にキャンプ地に帰ろうとして迷子になってます。拠点こっち。あれ？拠点こっち。はいはい。よくわかりますね。あ、嘘ついたかも。嘘ですね。嘘ついたかも。迷子になったかも。あ、嘘じゃない、嘘じゃない、嘘じゃない。嘘じゃない。あ、ありがとうございます。え、560じゃないじゃん。590。595？ いいじゃん。あれ？私が嘘ついたのか。分かりやすくするか。わあ。嘘ついたのは自分だった。よいしょ。それは。なんかあまりさ宝のトロッコないね。そうないんですよ。そうだ、ね、1個ぐらい今 見かけたの。うん、1個あったんだ拠点にあるやつね。なんか1個ここにここにあるここにある。あの仮拠点のところにトロッコ付きがあるからにして封鎖していきたいな。これダメか。こうしてこう、こうしてこっちやっちゃうか。よし。で、私がさっきいたのはどこだ。どこだ。もうわからない。わかる。あんこってさ同じような見え方がずっと続くからさ何もかもがわからなくなるよね。うん、ん？ここなんか怪しいぞ。のせいか。この辺は松明がないということは誰も来たことがない場所。ほいほい。けど水瀬さんっぽい人があっちにいるな。いたね。水瀬さんの格好がすごいなんていうか原色カラーで分かりやすいですね。原色ではないか。金ヘルつけてるからね。金ヘル。なんで金なんですか。ね、ネザー行った時にピグリンとかっていう小豚ちゃんに金つけてないと殴られるから。なるほどね。あ、そうなんだ。そう言ってないの。そう、それでボコボコにされたのクレハ。でリスナーに聞いたら金装備をつけてると襲われないよって聞いたから、うん、そうなんだって言ってつけてる。ここはネザーではないんですけどね。めんどくさくて帯変えるもん。ユウさ
はい。なんかどっかですごい縦穴があったんですよ。そこを降りていって探検しようと思ったんですけど、それがどこか分かんなくなっちゃいました。じゃあまっ、ちょっとずつ潰して未探索のところを埋めて、探索済みのところをと道路を封鎖していけば、あのそのうち全部探索済みになるから。そうですね。そのうち行き止まりだった時はちゃんとあのつけて、うん、ちゃんとあのバリケードみたいのつけて封鎖しとかないと誰にでも分かるような形で。私何やってんの？どんどん迷っちゃう元になるけど。あ、ジャンマタさんいらっしゃい。サンキューフォーカミングマイトリップ。今爆発したな。こう。忍び寄ってたクリーパーさんが松明とかペチペチペチって置いて、後ろ振り向いたらクリーパーが無言でスッて近づいてきてて君いなかったやん、そんなところにみたいなことになってた。パイセンパイセン、はいはい、出番です、出番です。何？パイセンこっちこっち、出番出番。あれ、あ、無理、剣持ってんでしょうが。剣持ってて何？その剣は飾りか？無理。あれ、弓は、弓はあ、そうか、私弓あったわ。弓があればとりあえずブロックを下半身部分に置いてあの接敵部分を減らして叩けば。あ、ここ上から落ちてきたのか、すっと降りてきたのか。こっち行き止まり。うー、こっち行き止まり。ん？あ、止まりなの？はい。画面が見やすい。ありがとう、ジャンマタさん。今日はワイド画面でやってるからね。縦配信じゃないから見やすいと思う。ゲーム配信縦はちょっと辛いですからね。うん、ゲーム配信縦、うん、下ぐ。あ、せん、あ、もっともっと戻ってから塞ぎます。このルートも全部あれなんで、これなんで。素晴らしい探索済み、素晴らしい。ちょっと待った、このこの上あんの？あー、あ、せん、こっちあるわ。あるね。まずこっち塞ぐか。了解。閉鎖閉鎖。え、今、あ、パイセン、あ、まあいいか。誰かが来た気配があるけど、これは一体どこに繋がってるんだ？え、そ、パイセン、そっち？やっぱわからん。ん？こっちでしょ？あれ？んー、まあそっち行きますか、じゃあ。オッケー、いいですよ。拠点の方でしょ？分からん。ちょっと明るいもん。どうなん？おっと。ああ、じゃあちょっと先下行きましょう。そうだね。まずこっち。お、下の方にいるみんなのビジョン、姿が見える。で、塞いどいて、どうしようかな。で、開けて。こっちがどうなるか分かんないんで、進んでみてください。いや、こっちも行ったんじゃない？行ったっけ？だってもう松明置いてるもん。置いてるけど引き返してきたんじゃないかなって。あ、これあれだ、さっきゾンビが来たから引き返したんですわ。声がする。
て。いませんね。いないね。ん？いないな。何？もう射撃音したけど私かな。自分で撃ったかどうかもわからない。広いかもしれない、どっち。広いですね。広いとこは後回しにした方が。そうですね、一旦帰りますか。土が見えてるけど、ここ地上が近いか。来たんだけど、とこ。ティナさん出番よ。速攻は。オッケー、逃げます。出番だけど、逃げるんだ。あ、先にこっち行こうかな。あれ、配線が帰ってこないけど、まあいいや。うち目の前にいるよ。え？え？誰の目の前にいんの？え、チムさんの目の前。え？チムさんなんか止まってる？あ、ラグってんじゃないですか、それ。あ、そういうこと。多分動機が取れてない。私かなり戻って三サロにいます、今。あ、看板作ったらいいかな。あ、パイセン見えた。クレハの迷子になった可能性が。パイセン止まってる。私からはパイセンの姿が見えてるんですけど、パイセンの姿が止まって見えるので、ちょっとラグってるっぽいですね。ラグですね。あ、サーバーが閉鎖されました。え、サーバーが落ちた、うん、なんそんな気はした。サーバー落ちだ。サーバー落ちだ。時間的にやればから終わりにしますか。もうそんな時間ですか。そうだね、配信は時間的に、うん、あ、そっか、いい感じだけど、うんうん、戻ってきた時にみんなバラバラだとみんな死んで大変なことになりそう。そうですね。うん、キャンプ地まで戻ってから終わる。ではでは、サバの再起動とかってどれぐらいで終わるもんなの。いや、なんかサバ入れないな。いや、なんかね、サバ入れないのよね、今。落ちちゃったから再起動するとか、なんか操作が必要なのですか。そして水瀬さんの声がやたら遠いんですけど。あ、ごめん、位置が立ち上がっちゃったから、マイクの位置が。とりあえずじゃあこのまま、じゃあとりあえず一旦は配信終了で。わかりました。サーバー画面を、はい、はい、というわけで、タジノさんどうぞ。いや、パイセン枠、パイセン枠なんだからパイセン閉めてくれていいんですけども。はい、ということで、じゃあ今日も序盤から終盤まで全部なんかごたついておりましたけれども、ここまでのご視聴どうもありがとうございました。マインクラフト楽しいのでね、また折を見てやりたいとは思うんですけど、まあ、ちょっとこんな普通に廃校でポコポコ掘ってるだけの姿を見せていく形でいいのかなという気はするんですけども、まあ、その辺も含めて今後どうするかちょっと話し合って決めていきたいと思いますが、来週どうします。来週ザ・ファースト戦飲んだらリベンジ行く。いや、ちょっとあるし、私はちょっと無理っぽいな。無理っぽうか。なんか、じゃあそれはやめて。うん。ノーエイクでいいんじゃない？そうですね。オッケーオッケー。EBF ね。はい、地球防衛軍 4.1 をまた来週、まあ、こんなこと言いながらいつも直前になって変わるんですけど。そう、変わるんだよね。申し訳ないんですが、まあ、今のところ今のところ地球防衛軍を来週またやるということなので、もし。
ゲームソフトをお持ちの方は参加型となりますので、3人の会合に来てもらえるととっても助かります。それじゃあ焙煎から告知どうぞ。うちの方も告知特にないです。稲瀬さんはどうですか？私も特にないです。特にないです。はい、じゃあそういうことなので、なんだっけ、もしチャンネル登録お済みでない方は登録ボタンとかツイッターのフォローとかしてもらえると嬉しいです。ではここまでどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。